楽なやつないよ、携帯の。最近出たらしいですよ、それの。楽なやつ楽なやつ。え、そう買ってきてよ。買った、買った。めっちゃいいのありましたよ。めっちゃいいのあった。めっちゃ朝にぴったりです。あ、貸してきてね。あ、すごい、作る。えだからね、もうね、この世の中って俺治せないものがないと思ってるんですよ。病気でもなんでも。なんかの映画だったけど、がんなりました、何になりましたって言ったら、なんかこういう、なんとか RI みたいな機械に入って、MRI みたいな、横寝てるだけで全部治るとか、骨折っても治るとか、なんでもほんまあると思うんだよ。携帯でもそうやけど。絶対そうやねん。携帯とかでも今こんなんやけど、もうほんまはこんなんでかけれるやつとか、あると、もっと楽なやつないよ、携帯で。最近出たらしいですけど、そういうの。新しい。楽なやつ楽なやつ。え、11の上上なんですかね、ちょっとわかんないですけど、出てるの知ってます。え、それ買ってきてよ。はい、います絶対いるやろ、今その話ずっとしてる。何言ってそうでした。確かに確かに、それはあっていきますけど、ね、5G とかもありです、しますそれ買ってくるか、これ120まで書くのか。書きます。でもこれ嘘だよ。120はちょっと120だね。132万円、税込みで。いや、ほんまに思うねん。だからそういう楽なやつ絶対あると思うねん。このご時世、なんでもあると思うねん。まあ、じゃあ明日買いに行きますか、その新しい携帯。いや、もう結構、俺今からマッサージ行くから、マッサージ行ったら誰か出てきて。もう夜っすよ、結構せいで。それを含めて言ってる。別にこれ開業時間内ですから、開業時間内にお前グループ YouTuber ちゃうぞお前ら。違う、グループ YouTuber だという認識はないですけど、全く。ただ夜っていう認識はない、今夕方。こんなもん全然夜ちゃう。夜に機種変オオカミとか全然まだ寝てるで。全然夜ちゃう、まだトヨタとか全然寝てるで、まだ夜に機種変するやつだから。今まだ今6時なんや、6時なんやから行ってきてや、それだから。いますよ。どんな形はこんなん知らんの。まあ、こんな大きいのもいらんの、ちっちゃいこのぐらいのやつで。あ、ちっちゃいやつ。ほんでなんか楽なやつで、なんかないん、もっと。あ、新しいやつ。所詮、結局機能詰めすぎやねん、これ。あ、結局自分でややこしくしてんねん、これ。携帯シンプルな方がいいっていう、テレビでもそうやで、もうなんかもう、まあまあ、詰め込みと思ったことないですけどね、僕は。なんかもう全然新しくなってきたなって、便利になってきたなっていうぐらい。便利なやつない、世の中。便利で言うと、まああるかもしれないですけど、それ言ったらそれやな。まず一つはアップルウォッチ。アップルウォッチめっちゃ便利です。ああ、便利。それで言うとそれやな。ほんまに、確かに。なんかそれ絶対あると思う。だからね、視聴者もね、今、もうなんか悩みとか、なんかこれできへんのかなって考えたときに、皆さん、世の中多分できへんことないぞ。それこそあれで、治療薬もそうや。指、この間も俺ちょっと飲んでて指切ったけど、指落としても、この間も言ったけど、豚のなんか腸か肝臓かなんかのパウダー、アメリカではもう認可されて置いてるけど、塗ったら指入ってくるで。アンチですか、それ。あ、ほんまに価値あるで。ええー、副作用は爪伸びるのが早くなる。あ、それでもいいけどね。副作用弱っ。ちなみにガチであるで、それ。副作用めっちゃ弱いですか、じゃあ。でもほんまにあるで。もう全然するね。写真もある、普通に。この辺入ってきましたって。指が入ってくるって全然。まず落とすことないですけどね。何トカゲ。トカゲの尻尾みたいな。トカゲの尻尾みたいな。例えばめっちゃもんないやん。例えばめっちゃもんないやん。トカゲに聞いて尻尾生えてくるって認識ある。大体田舎育ちのやつだけやで。大体おばあちゃん子のやつだけ、それ。おばあちゃん子なんですか。おばあちゃん子ですよ、僕は。別に今いいですよ。おばあちゃん子のやつ嫌いよ。おばあちゃん子のやつ嫌いよ。嫌いやった、おばあちゃん。俺が嫌いやった。ああ。嫌ってんですか、おばあちゃん。おばあちゃんも嫌いやったんじゃないですか。いや、俺が嫌ってたから。あいつが俺に嫌いっていう素じゃない。素じゃない。俺が嫌いだから、まあまあ、逆に。まあそんなことで、まあ今日のサブチャンネルは、まあタイトル何、ご時世直せないことないっていう感じかな。ということで、また明日は、明日はなんか最近本読んでるの多いんですから、本のなんかちょっと紹介とか。ああ、いいじゃん、大悟さんチックな。はい、大悟さんの本も俺結構読んでんねん。大悟さんこの間それ LINE してて、飲みに行きましょうみたいな。大悟さんと LINE ぜひ。まあそれそうですね、有名人やからな、俺な。こっちはぜひっすよ。こっちはぜひ。こっちはもちろん、大悟さん。もちろん、向こうはもう愛想で言ってるだけやで。俺からしたら、それは飲みに行きたい。どんな話するんかな。いや、メンタリズム見たい。大悟さんと合コンしたい。メンタリズム見たい。うわー、確かに。ほんまに持っていかれねんの、大悟さん。それ見たいっす。ほんまに。いや、俺ね、分からんで。ああ、今日あんかったなって言いそう。言いそうな感じがめっちゃある。大悟さんがもうなんかすごい、わからん、まあ、顔だけじゃないですけど、綺麗な女を横に連れて歩いてるイメージはない。ないですね。めちゃめちゃ性格いい人を捕まえてるんやろうけど、もちろんね。でも今日あかんかったなって落ち込んでても、そのメンタルの直し方を知ってますから。それもう意味ないじゃん。意味ないもん。クラマやん、それクラマ。武器作るけど疲れへんやん。確かに意味ないですね。武器作るもうまそうやね。使うも減らそうやね、大悟さん。
なんか俺そのなんか分からんで、ね、こんなこと言ったら失礼だけど、このサブチャンネルで。でも悪用しなそうっすよ、ほんまに。ええねん、もうだからその知っとるけど悪用しないみたいな。あ、はいはい、だからもう幸福の定義が違うから、ドラえもんみたいにそういうことじゃないんだろうな、うん、ドラえもん、あ幸福の定義ってドラえもん、ドラえもんってなんぼでもなんぼでも稼げりゃあんないと思ったら、はい、のび太がそれを使ってするやん。でもそれあかんやん、ドラえもんそういうことじゃないって言うやん。あっていう、なんかもうその幸福の定義が違うんだけど、もう次元が、もうステージが違うんだけど、俺らのその凡人とは。なるほどね。テンション下げんじゃん。あと一仕事やん。明日、岸辺行ってきます。行きよう、行け今日、行け今から行け。相手、相手いますかね。相手、ギリ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 来て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 来ますよ、来て来て。いいですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょ、お前、ちょ、いいで、ほんまに。いいで、行きますか。免許証とかなんか、あ、そう、会社免許よし。あ、行きますじゃあ、それで。今日のほんまにマッサージ行ってる。俺、マジで、ほんまに腰痛いから、マジで。はい、うん、ドッキリさせられすぎ、腰痛い。そんな残しないドッキリ。腰が冷えるってこのことやなっていうぐらい。うん、続いて、たぶん。はい。はい、ちょっとタクシー乗ってね。あ、わかりました。ゆうたくん、はい、キャメラ回して、キャメラ、キャメラ、あ、回しました。 OK です。あ、俺がキャメラっていうのバレた。カメラがキャメラっていうのバレた。だいぶ前から回ってました。あ、回りました。 OK、はい、いきますか。 OK です。いきます。アメさん、こんにちは。 LINE のレスポンス悪いやつ大体メンヘラで仕事できない。よろしくお願いします。お願いします。いや、急遽ね、ちょっと回してもらいまったのはちょっと他でもない。なんでしょう。ラファエルがさっき言ってた最新の携帯出るって言って。ああ、言ってましたね。で、なんかシンプルなやつがええって言ったから、はい、とりあえず回していこうかなと思いまして。せっかくだから動画したいやん。行くのもったいないやん。機種変するって。そう、機種変するの。機種変してみたやけど、はい、ちょっとそれでちょっと行くのもったいないから、せっかくだから回したいし。ああ、なるほど。だからちょっと回していこうかなと思いまして、はい、まあラクラク本に変えるわけやんか。ラクラクコン。そうそうそう、簡単なやつ、キッズ携帯。ああ、はいはい、ああいうのが求めたわけやん、ラファさん。だからそれを買いに行くねんけど。そんなの求めてるました。あの話、いや、絶対絶対そう。え、なんで逆に逆に何。いやいや、まあそうなんですかね。だからだってシンプルなやつでもうこんなん便利になりすぎって言ったし。ああ、まあまあ確かに簡単で、ほんで最近出るやつやん、はい、多分最近出たはず、はい、もうこの3つ揃っとるから、はい、もうそれしかないな思って、それとりあえず買いに行くから。買えるんすか。え、そうそうそう、あのキッズ携帯みたいなやつに。そう、キッズ携帯みたいなやつに変えるから。だから、まあ、ええカラーがあるかどうか分からへんけど、それは回していこうかなと思いまして、はい、せっかくなんで。はい、行っていいですか。行きましょう。ゆうたくん、僕が帰るんですか。あ、違う違う違う、じゃあ運転だけしてもらえば、とりあえず。あ、わかりました。うんうん、運転だけです。ちょっとごめん。大丈夫、酒飲んでない、酒飲んでない。大丈夫です。大丈夫。飲んでないでしょ、いつも。やろうか、俺運転手が久しぶりに。いやいや、免許、免許ないけど、免許ないけど、まあ近いからええからなって思って。ダメです。大丈夫。じゃあゆうたくん運転してもらっていい。はい、わかりました。オッケー、じゃあ行きましょう、もう早速。はいはい、ということで到着しましたけど、寒いし夜やし、はい、やっぱあいつムカつくな。今からっつって。いやいや、もうほんま逆光ちゃん、大丈夫。逆光でしょ、真っ黒でしょ。真っ黒になんねて。まあまあまあ、ええや。じゃあもうとりあえず、はい、一番あの簡単なやつ、使いやすいやつ、まあ、それをだから買いに行きましょうか。行きましょう。いやいや、行ってきて行ってきて行ってきよ。こんなんでいけるわけない。こんなんで見てよ、犯罪者やん。ちょっと買って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 。ゆうたくん行ってきて。もう大丈夫。一番簡単なやつ、一番あのなんかもうおばあちゃんの使いようなの。あの文字がでかいやつでいい。ショッピングみたいに。あの行ってきて行ってきて。まだっけよ、まだ。あ、そう、いや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 、はい、来た、来た。めっちゃいいのありましたよ。めっちゃいいだった。めっちゃ朝にぴったりっす。めっちゃぴったり。めっちゃぴったりっす。楽しみやな。もう絶対それやろ。それしかないっすよね。はい。だからバリエーションも結構あったんすけど、一番いいやつ選んできた。一番いいやつ。一番いいやつ選んできた。はい。任せてください。楽しみやな、これ。はい。とりあえず帰りましょうか。帰りましょう。寒い。帰りましょう。恥ずかしいっすよ、これも。
そうじゃなくて、ちゃんとやったな。出たでしょ。うん。結構久しぶりになんか、携帯数時間ないっていう生活。あかんない、やっぱ現代人やから、心配だわ。マンゴーそのままやんな。マンゴーそのままやんな。あ、マンゴーそのままですよ。マンゴーそのままやんな。はい。いきます。あ、もらいましたよ。在庫あったんで。あ、貸して携帯、どれ？あ、わかります。それです。最新、これ最新機種って言われましたけどね、一応。え、これに変わった？え、ちょっと、ちょっと、は？結構シンプルなやつらしいですよ。あ、防護シール貼ってあるで、それ。ちょっと防護シールちゃうか。え、こんなラインとかできんのか。え、ラインどうなの。でもシンプルやから、電話できますけどね。電話できますよ。え、防犯ブザーがついてんやん。え、あ、そうです。なんか安全らしいですよ、貼った方が。それはいいっすね、機能的には。お、え、これに書いた。え、ちょっと待ってよ、お前ら。え、これお前、え、待ってよ、ほんまに。なんか防犯ブザお前らもうええって、おいおい、お前これ、おいこれお前、キッズ携帯やろ。さっきサブちゃんで言ってた内容そのまま店員に伝えたら、これが一番いいですって言われた。そうこれキッズ携帯やろ。だから店員と僕も一致します。ちゃうって、俺と一致しへんからいいんだよ。お前こんなに俺のキッズ携帯か、お前おいおいおい、これ LINE どうやつね、おいこれ LINE どうやつすんねん、これ。おいおい、この後仕事とかあんねんぞ。壊れる壊れる、知るな、これ。まあこの後仕事とかあんねんぞ。防犯ブザーとか安全らしいんで。え、こんな何も見られへんやん。ってタッチパネルちゃうやんけ、これ。タッチパネルちゃうやんけ。タッチパネルタッチパネル知らんのかい。お前これ楽々本的なやつやんけ、これ。もう1、2、3、4ってもう登録、もう4件しかマック登録できへんのちゃうんか、これ。いや、わかんない、説明書見てない。説明書見てない。興味電話なんかするか。まあいいやん、 LINE できへんやろ、これ絶対。でタッチパネルちゃうって、ちょっと待てって。ちょ、もうええって、お前らほんまにこれで一緒にした。そうですね。ちょ、もうやばいって、お前らやばいって。お前の携帯は、いや、まあ買い取りでしたっけ。下取りみたいな。そう、下取り。下取り。おつり返ってきました。おい、俺 LINE でしかやり取りしかない。電話も全然入ってへんねん。30件しか入ってないんだよ、電話も。どうやってやり取りするの、俺 LINE。 LINE はいらないでしょ。いやいやいや、お前キモいって、お前ら。ええって、そういうの。じゃ、ほんまにあかんね。これシャレならん、仕事止まるって。電話番号しか入ってへんやん。興味電話なんかせえへんって。 LINE やん。シンプルですけどね。一番めっちゃ、これ僕の携帯にはついてない機能。確かに僕もついてないですよ。もうなんかこれ遅延しごいよ。あ、キモいって。なんかこれ番号1234しかないですね。なんか言うてるんですよ、キッズ携帯やって。ちょっとキッズ携帯、ね、お前らほんまにこれで書いた俺の番号。ちょ、めっちゃキモいやん。音がありましたけどね。もうえって、色の話してんちゃうね。色の話怒ってんちゃうね。ちょ、お前らもうえって、マジで。あ、終わった。あ、終わりました。その話もちゃうね。もうお前らめっちゃキモいわ、マジで。これはほんまにやばいぞ。使ってみるっていうのもいかがですか。お試しでみたいな。今すぐ帰ってこいと思う。いや、夜っすよ。そこちゃうって、夜ちゃうって言うがない、今。行ってこいよ、マジで。こんなんでお前できるか、お前。あいこそれちっちゃいよ、こんなもん。おい。なんやねこれ。昔こんな携帯あったわ、昔。ボタンめっちゃついてるやつ。あったわ、こんなん。ノキアかなんかのやつや。ちょ、もうきついって、お前ら、マジで。冬かい、これ。深い。ちょ、お前らマジやばいって。LINE こんなんしてる間もどんどん溜まってるぞ、俺。宙に浮いてんじゃん、俺の LINE。来てますね、じゃあ。俺と女の LINE やん。あ、そうですか。宙に浮いてんじゃん。仕事ちゃうって。あ、そうですか。ちょ、お前らほんまマジキモいって、これマジ。ほんまにやばいな。やばないの、LINE。何もお願いできへんやん、もう。電話番号そのままっすもんね。でも、そうじゃあ、宙に浮いてるっすね、LINE。だからそれ言うてんねん、俺。繰り返すな、お迎えすんな。宙に浮いてんねん、今。連絡取られへんの、俺、だから。誰とも。この登録ゾーン32件のやつだけで全然取らへん。緊急でも電話なんかしてこへん、普通。インスタもできへんやん、これ。だから、あ、インスタ頑張ったらいけ。あ、無理っす。頑張らん、無理な、逆に。いや、無理っすね、これ。キッズ携帯やったから、そのネット機能ないって。インスタとかいらんでしょ、だって。シンプルってお前、青くて。YouTuber やぞ。YouTube 見られへんから、これ。なんか YouTube 見んの、俺、これが。毎回これ持ち歩くの、これ。やばいって、お前ら、マジで。そんな怒られるとはな。お前らめっちゃやばいやん。言ってた通りに、そう。一応伝えたんです。最新でしょ。え、アホな。アホな。え、アホな。言ってた通り伝えた、アホな。言ってた通りっていうか、イベントで。そうだな。それだと思った。え、それで奇襲でこれってなった。これですよ。これはいいですよ。あ、テーマはや。
だから僕言いましたけどね、サブちゃんの時これ便利やなって、こっちの方が確認せよ、こっちの方が全然便利。マジでキモいってお前これどうすんねん、そういうドッキリやめん、マジでドッキリじゃないっすか、仕事に支障出るけどドッキリやめようって言ってんの、連絡来へんぞこんなん、誰からも、もう時間閉まってるし、明日も朝一帰ってくれちゃって、もう問題これ仕事に支障出るけどドッキリあかん、どうするのこの後会食会ってどうやって連絡取るの、いやそれ取れるかこんなもんで、お前キッズがそんな夜の誘いの連絡取れたら気づけたちゃうわ、もはやそれできへんになってんねん、これは勘弁しろよ、キモキモ、ただでいいのか、しなでいい、あー、止まれた、あー、ラマさん、携帯やってます、